はい、皆さんこんにちは、アメゾンブランチの加藤です。ですね、今日はですね、ちょっとフォアグラについて、お話しさせていただきます。これうちで使っているフランスの、カモのフォアグラです。でこれスーアルド社っていうところの、フォアグラを使っているんですけど、フランスから、送られてくるんですが、うちで使っているフォアグラは全てこのトルセといって紙巻きの状態でいきます。これ以外に真空パックのものとか真空して冷凍したものがあるんですけど、真空をしますですね、真空パックをするときにピチャッとこう袋の中で圧縮されるので、この繊維が歪んでしまうので、うちではこのトルセの紙巻きの部分でこうして氷に包まれてきたものを使ってます。でこれフォアグラはご存知のようにカモとそれからガチョウの、2種類の、強制飼育をした、レバーですね。で普通のカモの、レバーでしたらほんとこれぐらいなんですけど、暗いところで強制飼育をすることによって、肝臓肥大したものです。でちょっとかわいそうなんですけどね、こういうふうにフォアグラ自体は、レバー自体はこの2つの房に分かれます。でこの中に血管が入ってますので、こう血管を切り落としながら開くとこんなふうに2つに、分かれます。でテイルなんかに冷製の時するときには、これ全部きれいにこの筋を取り除くんですが、ポワレといって、焼くときにはですね、このまま使います。で、これどちらも大きい方も小さい方もこれ味は同じなんですけど、でこの選ぶときに、ちょっと指で押してみて、こう硬いもの、これは油の含有量、もともとフォアグラ油の含有量は高いんですけど、特に冷やして、カチカチになるのはこれより油の含有量が多いものになりますので、これはもう残念ながら返品します。というのは焼く時にすごく油が出てしまうので、なるべくこう触ってみて柔らかいものを、選んで使うようにしております。でこれは切る時なんですけど、ちょっと包丁を温めます。バーナーとかね、こう熱湯を割って、ちょっと包丁入れるとこんなように断面が綺麗な断面になるんですけど、ここに、塩コショウをして、で時には小麦粉なんかをつけて、熱く熱したフライパンで、焼くんですが、フォアグラ、これ、鴨の鴨、先ほど見てる鴨とガチョウの内臓なんですが、生でも、食べれます。生でもで、生でも食べれるんですが、一応こう表面を、黒くフライパンで焼くんですけど、中心部分、理想の、フォアグラの火入れというと中心の部分が、ちょうどこうバターの、歯ごたえがちょっと芯が残るような感じで、焼いたものを口の中に食べるときにちょっとこう冷たくまではいかないんですけど、グッとこう歯ごたえがくるような、それが、理想の、フォアグラの焼き方になります。で、あまりね焼きすぎると油も全部出てしまって、あまり美味しくありませんし、で、まあ、あまり生すぎてもね、包丁がカチッと入るようではちょっと若すぎます。まあ、これいろんなシェフ焼き方あるんですが、僕は特にあまりこう、この面が小さくて厚いよりは、少しこう面が大きくて、薄く、一気に強火で焼き上げてしまう方が僕はフォアグラは好きです。で、まあ、うちの店結構フォアグラがよく出ます。やっぱりよく出るおかげでですね、いつもこう鮮度のいいフォアグラを使えるんですが、個人的には型に詰めてね、冷製で、いわゆるテリーヌとか
あとドライフルーツを入れたコンポートとか、そんなのが個人的には好きなんですけど、やっぱり多くのお客さんはね、焼いたフォアグラを好きだっていう方が多いです、しっかりと表面は焦がして焼き色をつけて、中はちょっとこうバターが入ってるような感じ、そんな感じでこう、お客様のところにね、お出し続けない、そんな風に思ってます。ソースの方はね、いろんなバリエーションもあって、すごく、酸味のあるソースから、フルーツのピューレなんかもよく合いますし、これからは、キノコ、合わせてみてリゾットなんかにしてみても、美味しくいただける食材です。で、よくそういうちょっと油の多い食材は割とこうさっぱりしたすっきりした、白ワインみたいな、そんなイメージがあるようですが、実は、ちょっと甘めのある、ギブルツとか、はたまたソーテルのぐらい、しっかり甘い白ワインなんかの方が僕はフォアグラにはよく合うんじゃないかと、そう思います。ぜひ一度メゾンブランシュの、フォアグラお召し上がりください。